YouTube をご覧の皆様、こんにちは、アルハウです。いやー、仕事終わりでちょっと、まあラフな格好ですけど、まあいつもラフかもしれませんけども。いやーですね、まあ厳しいですね、世の中。うん。まあそんなこんなで、まあ唯一の楽しみでこと、今日はちょっと晩酌したいと思います。で、今日ちょっと紹介したいのがですね、まあこちらですね、ちょっと肩に乗せますけど、ちょっと肩に。ですね、これが、ステンカルブランっていう、ステンカルブランであってるな。ちょっと読めないんですけども、ステンカルブランっていうらしいです。で、ちょっとすみません、これなんて読むかちょっとわからないんですけども、で、ここですね、見えますかね、メイドインスウェーデンって書いてます。スウェーデンの王室御用達グラスというものらしいですね。うん。で、こちらソープストーンを使ってまして、ソープストーンっていう石ですね。まあ、すごく保冷効果とか保温効果が高い石と言われているやつを使われています。これに使われているグラスが、北欧の同店メーカーの、なんだこれ、ちょっと読み方わかんない。SKRUF って書いてるんですけど、スカルフ、まあちょっとなんて発音するかわからないんですけれども、そこの監修の専用グラスで、を使われています。まあ、ちょっと後で見ていきたいと思うんですけども、メーカーがですね、一応100年以上歴史を持つ、スウェーデンの、メーカーらしくて、一つ一つ、手拭きで製作しているらしいですね。要するに一つ一つハンドメイドで作られているグラスです、らしいです。で、1897年に設立されたガラス工場で、ガラスの王国という、なんか呼ばれているらしい、スモーランド地方というところにあるんですか？私ちょっとすいません。ちょっと、全然ちょっと知識がちょっとなくて申し訳ないんですけど、でこのスウェーデンの国会議事堂や王室で利用されるほどそのこの、スウェーデンの国内においてはちょっとすごい地位が あるみたいでして、その選ばれたブランドしか証明されない、プルブリなんていうことですかね、すみません、トゥわからない、すみません、トゥザロイヤルクラフトオブスウェーデンですか、まあ、和訳したスウェーデン王室御用達の称号、その称号があるらしいですね。その、王室でしか使われないであろうという、その、グラスの称号を受けているグラスらしいです。はい。神々ですいませんけども、まあ、ちょっとこれをちょっと今日上げてちょっと、いきたいと思います。後ろ、まあ、こんな感じで書いてますね。保冷して、ここに出して、こういうふうに伸びますという、そんな形です。ちょっと開けてみましょう。こちらがその、箱、さっきの箱なんですけども、こういう感じのやつですね。うん、で、裏面あんまり見せて、いけない、気をつけなきゃいけないと思うんですけども、まあ、こんな感じで書いております。これ要するに、倒しても大丈夫ってことですかね。うん。で、香りもすごく、楽しめるというグラスらしいです。じゃちょっと開けてみましょう。こんな感じですね。で、このように、入っております、で、これがですね、まあ、ちょっと、いろいろ説明書とかも入っているみたいなんですけども、ちょっと一回出して見てみたいと思いますね。はい、こちらがちょっと取り出した、その、入っていたものなんですけども、まあ、説明書を抜いて、まあ、1、2、3、4点入ってますね。はい。で、先ほどちょっと絵柄にも書いてたんですけど、すごいこのグラスがですね、これがすごい、その、一つ手作りで作られているグラスらしいです。すいません、ちょっと仕事で疲れてて、ちょっと神々なんですけども。で、これがですね、すごい、まあ、こう、丸みを置いてから、まあ、こう、転がして、もう大丈夫って、結構なんか、ありましたよね。ブランデーのグラスとか、こういうふうに、こう、なんか空気となじませるんですか？こうやってから飲むタイプのやつとかもあったと思います。はい。で、まあ、このグラス、こういうグラスでちゃんと、ここもですね、カットもよくされてますね、うん、結構海外のグラスってこのカットがもうズバッて切るだけのやつとかも合うらしくてですね、うん、そういうのもちらほら見たことがあります。はい。で、こういうですねコルクのやつがありまして、まあ、この中にいい温度になったらこう入れてか保温を楽しむって楽しめてこれで飲めるっていうらしいです。保温が効くってやつらしいですね、うん、でこの、なんだコースターみたいなのがこのソープストーンという、この石を置くため、置いてから、まあ、こういう状態で、まあ、飲むやつらしいですね。この中にこれを、こう入れて、まあ、これを
この石を電子レンジで温めてからほ、あの温かくしてもいいですし、冷凍庫の中に入れて冷たくしてもいいですし、こう家でその保温でその温度もいい感じになって、そのちょうどいい温度になったらここで入れて保温しながら飲むというグラスらしいです。で、このもう石すごいがっしりしてますね。で、これも専用の、この石で、その専用のグラスで作られている、ちょっとすごい作りですね。このソープストーンなんですけど、ソープストーンってこれ何なのかというと、私もよく詳しくなかったんですけども、16世紀のスウェーデンの、ハンドール地方で見つかった、に初めて見つかったんですかね、の保冷性に長けたその石材のことらしいです。スウェーデンの一その地域で採れる石のことなんですかね。元は工事の際にただ発掘されていただけの石で、あまり当時はあまり気に留めてなかったみたいなんですけども、1987年に、マリアンヌ・バーグンドさんという方が、石が熱を蓄える効果を現代に生かせないかと考え発明された製品で作ったみたいらしいですね。そういうことで、この石とこのグラスのセットで、これが本当に保温効果があるのかということを、ちょっと今日、晩酌しながらちょっと楽しみたいと思います。仕事終わりのいっぱいですね。バーテンダー飲みながら仕事してるとか言われるかもしれませんけれども、仕事なんで、これをちょっと、仕事終わりの着付けの一杯と、ちょっと今日飲みながら話したいと思います。そんなこんなで、ちょっと今日、飲みたいなと思ってるのが、これだからウイスキー飲もうかなと思ったんですけども、普段飲まないお酒を飲みたいと思います。日本酒で、今日はですね、日本酒は濁り酒かで、こちらですね、雪小僧という、商品です。岡山の商品ですかね。で、岡山の商品、岡山県真庭市、下鳥、すいません、なんていうのかな、下鳥で言うかなの、なんか楽酒造場、ちょっと私すいません、もう全然読めなくてすいませんの、こちら、飲んでいきたいと思います。いやですね、私ですね、もうお酒はですね、甘口が好きでしてですね、もうあ日本酒でこういう風に振っていいんですかね、すいません、ちょっと間違えてたらすいません、日本酒が全然わかんないんですよ。日本酒とかこういう飲み方がですね、もう素人なんでですね。いい感じになりましたね。で、これがですね、本当に保温効果があるのかなと思って、普通のちょっと、こういう陶器の、グラスと、普通のグラスがいいかなと思ったんですけども、ちょっとこっちだと、やっぱ日本濁り酒なんて、これちょっと風流で飲みたいんでですね、今日は、グラスなんてこちらの陶器で飲んで、そしてこちらでちょっと飲んでみたいなと思います。で、ちょっとこれが冷やしたやつですね。で、これをここに入れて、じゃあ飲んでみましょう。久しぶりですね、日本酒というか、濁り酒。すいません、ちょっとですね、さっき、マイクつけて、いつもマイクつけながら喋ってたんですけど、さっきちょっとマイクつけてなかったんで、ちょっと一回カットしますけど、ですね、相手から、じゃあちょっといただきましょう。で、こういうふうにグラスの中セットしてますので、よし、こんな感じで、もうあんまり飲めないんでですね、今、よいしょ、よし、で、ちょっと測ってみたいと思うんですけども、ちょっと今日初めて使うんですけどもですね、こちらの温度を測るやつですね。ちょっとこちら測ってみましょう。普通のだったら、見えますかね。一応7度、今で上がっていってるんですけど、さっき7度だったんですよね。で、こっちがですね、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。
8度みたいですね。うん、なんかこっちの方が暑いな。うん、あ、さっきちょっと測ったらこっち、今これ10度になりましたね。見えますかね。うん、10度で、あ、違うな。今パーティー測ったらこっち10、もうちょっと温度上がってきてるんですけど、8度でした。うん、でこっち10度で、うん、最初あれって思ったんですけど、やっぱ冷えてますね。うん、ちょっとまあこれ時間を置きながらちょっと保温が効くのかというと、いうのと、ちょっともうちょっと温度がどんどん下がっていくらしいので、まあ、ちょっとそれを見たいと思います。とりあえず飲みながら話したいと思いますね。うん、いやー、久しぶりに飲みましたね。うん、甘口ですね。うん、まあそういうことでちょっとまあちやほやちやほやちょっとまあ話しながら行くと思うんですけど、まあですね、まあこういうグラスとかですね、まあ、すごい結構高価なものを、まあ、当店使ってまして、バーテンダーを、まあ、バーをちょっとやってみて、やってみてやってるところなんですけども、まあ、まだもうど素人ながら身を見まねやってるんですけども、飲みながらすいませんね。うん、そもそもその最初私ですね、お店立ち上げた時とかグラスとか全然こだわってなかったんですよ。もうぶっちゃけ言うと、もう100均のグラスとかも平気つく、もう100均のグラスをほとんど使ってたと思います。まあ、ちょっとクリスタルグラスをいくつか持ってたかなって程度だったんですけども、もうですね、立ち上げて今2年、もうグラスをですね一斉に変えましたね。グラス、やっぱね、グラスでね味変わる、本当びっくりします。うん、私の主観的な考え方で言うと、バーで大切なものは何かというと、まあ私5つあると思って、まずですね、グラス、そして水、そして氷、この3つかな。うん、そして何よりそ、空間、時間と空間、氷、グラス、水、時間と空間、ちょっと眠な感じでちょっと話してますけどですね、うん、これで本当変わっていくかなと思います。うん、ちょっと測ってみましょうかね。あ、すごい、今8度から7度に変わりましたね。うん、見えますかね。いや、そうだな、こういう風に見せればいいんだな、私がですね。ちょっと待ってくださいね。はい、見せ方が下手くそですいませんね。ですね、こっちはちょっと測ってみたいと思います。今15度ですね。これをつけてみると、8度、7度、今7度になりましたね。うん、お、6度。お、すごい、ここまで下がるんですね。うん。で、どんどん温度が上がっていってるんですけども、じゃあこっち私今ちびちび飲んでたのはどのくらいかというと、まあ10度ぐらいですね。うん、今ちょっとこう測ってるんですけども、あ、やっぱ違うんですね。うん、お、6度、すごいですね。やっぱ保温効果というか、どんどんやっぱ温度下がるんですね、このグラスですね。もう、はい、まあ、そういうことでですね、まあ、どんどん温度やっぱ下がってるんだなっていうようなことも分かってるんですけども、うん、さっきのこういう温度とかもですね、私も全然そういう温度とかあんまり、こう測りなは、もう感覚で全部やってたんですけど、日本酒バーってとこ行ってきて、まあ、うちでよく来ていただいてるお客さんが日本酒バーをされてるんですけども、でその日本酒飲むときに、なんか温度計を挿してからお祝い作ってたんですよね。うん、で、それ何かな、主観計っていう道具らしいんですよね。もう私そういう道具全然知らなくてですね、やっぱ他店舗さんとか行ってそういう使ってる道具とか見させてもらったら、あ、こういうものがあるんだって勉強になりますね、本当。うん、
もう日々日々勉強ですね。うん。で、グラスとかはですね、本当私ちょっと、ガラス職人さんに、ちょっと手、オーダーで作ってもらったりとか、まあ、ハンドメイドのグラスを、よく使ってるんですけどですね、うん。当店ですね、すごい、まあ、料金ちょっとお高いって言われる時があるんですけども、特にチャージ料金が高いみたいですね、うん。当店のチャージ料金が、まあ、新規の方2000円なんですよ。で、まあ、2回目以降来てくれて、名刺とかちゃんとも、まあ、紹介状を持っている方は1500円。初めて来た人でもう本当にいいお客さんだったら名刺を渡しているので、それを持ってきてもらったら1500円で、で、常連さん、毎月毎月来てくれる方は、1000円。で、特別会員カードっていうその会員証があるんですよね。その特別会員証を作ってくれた方は、まあ、年会費ちょっとかかるんですけども、500円でさせてもらってます。もう常連さんほど安い仕組みになっております、うちはですね。うん。で、チャージ料金2000円で高いって、結構、見てか変えられたお客さんこの前もいたんですけども、2000円で、うちだいたいお安いドリンク、まあ、ワンドリンク1000円ぐらいな、1000円なんですけども、で、まあ、1000円以下のやつもありますよ、もちろん。うん、で、2000円たつ1000円で、だいたい3000円ぐらいなんですよ。うん、一杯飲んで買うとしてもですね。うん。で、3000円高いっていうんだったら、夜のそういうお店、まず食うのがちょっとどうなんかなって、正直、僕はちょっと思ってしまうな。うん。私も普通に挨拶回りに行ってか、普通に1店舗も5000円以上は使うし、平気で。うん。損壊かかります。うん。ねえ、ちょっと。で、うちなんでそんな高いかというと、もう置いてるものが全然違うから。全然違うからって言ったらあれなんですけど、うん。ちょっと、まあ、いいお酒も置いてるし、何よりこう、グラスとか環境すごいこだわってるからね。うん。こういうですね、グラスとかも最近、まあ、こういうグラスがないかないかでずっと探してですね、海外から取り寄せたいとか、いろいろしましたよ、ほんと。うん。で、一斉に変えました。うん。グラスっていうのはほんと大切ですよ。うん。ちょっとじゃあ温度をまた測ってみましょうかね。うん。そんなこんなちょっとわかりますかね。だいぶこう最初白くなったんですけど、ちょっとだいぶ水滴がついてきてますね。うん。けど、触ったら、あ、冷たいなっていうのがよくわかり、お、冷たい。冷たいな。あ、すごいな。なんだかんだ言って、まあ、多分今、5分ほどは喋ってると思うんですけども、うん。しまったな。タイマーを打てばよかったな。うん。けど、この喋ってる時間帯飲んでると思ってもらったらいいです。じゃあちょっとつけてみましょう。7度。ん ?6 度。あ、5度。すごいな。どん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 下がっていくんですね。いや、5度まで下が、うん。で、5度まで下がってますね。うん。あ、4度。おぉ、すごいな。4度まで下がるんだ。うん。すごいですね。もうどん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 保温だけなくてどん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 温度下がっていってますね。うん。はい、じゃあちょっとこの、入れてたやつをちょっと詰めて冷たいな温度、うん、ちょっとここから出して飲んでみたいと思います、うん、こういう状態で飲むんですね。じゃあいただきます。うん、これ構造的にもちょっとスモーキーなウイスキーだったらすごい香りも上に上がってくるんでしょうね。うん、いただきます。すごいな。すごい。全然冷たい。うん。さっき声でチビチビ飲んでたんですけど、飲み終えた後でも、すんごい冷たい、これは。うん。あ、こんなに違うんだな。あ、てか全然違う、ほんと。うん。すごい。これはすごい。うん。このグラス欲しいなって、この欲しいなと思った理由があって、ちゃんとありまして、常温で置いてたお酒をすぐ冷やせないかなと思ったんですよね。で、すぐ冷やせないかなと思ったら、氷を入れなきゃいけないじゃないですか。そしたら氷入れたら薄まるじゃないですか。うん。
それがちょっと嫌で、なんかいい方法ないかなと思って喋ったら、こういうグラス、こういうものが見つかりまして、あ、すごいなと思って、ちょっと試しに買ってみたんですよね。いや、全然違う。まだ冷たいですね。で、このコルクの保温効果もやっぱすごいんですね。もう全然冷たいからね。もうこの、どんどんもう、こう言えなくてこの温度が保ててるっていうのはすごいと思いますよ。で、よくですね、まあ、ロックグラスとかで、氷入れてからウイスキーとか飲むじゃないですか。そうしたら、やっぱ常温で置いてたウイスキーを入れたら、やっぱ氷が割れちゃうんですよね。そうしたら氷が割れたら、やっぱ、かっこ悪いんですよ。見た目もちょっとあんまり綺麗じゃないから。で、そういう時に一気に冷やしてから、そういうできんかなと思った時に、もうこれ使えるかなって思ってからですね。ちょっと購入させてもらいました。今度ちょっと、このタイプの、こういうタイプ、まあ、ソープストーンではないと、違うと思うんですけども、別の氷、なんか、溶けない氷、まあ、石かな、よくアルミとか、アルミじゃないかな、ステンレスかな、とか、ああいうやつ、金属でできたやつあるんですけど、石でできたやつが、このデ、あの、別のメーカーさんかな、ちょっとわからないですけど、が出るみたいなんで、ちょっとそれをちょっと、使ってみたいなと思います。要するに、こう、常温で保管してるかダメなんでしょうって、だから冷蔵庫入れとけばいいんじゃないって言われるかもしれませんけれども、冷蔵庫に入れる、そんないっぱいお酒入らないんでですね。まあ、一つちょっと悩みが、ちょっと声かけしました。ちょっとこれですね、私飲むの初めてなんですよ、これで飲むの。いや、これウイスキーとか冷たいのが好きな人だったら、まあ、全然冷たいからね。 すごいな。どんどんぬるくなっていくもんなんですけど、この周りもどんどん水滴ついてるか、そんだけ冷え、まだ冷たいみかなこれ。いやー、冷たいな。いやー、素晴らしいものをちょっと、買ったと思います。ちょっとすみません、ちょっとね、営業終わりで、ちょっともう、この時期でちょっともう、本当寝不足がついている状態なんで、こうグダグダな実況なんですけどもですね、やっぱグラスとかこういうものはこだわって、添えた方がいいんじゃないかなって私は思いました。あるあるでした。それでは失礼します。どうも。